こんにちは。転売王堀秀夫です。今日は Amazon でですね、複数アカウントを持つ意味、なんでね、そのリスクヘッジが必要なのかというお話をしたいと思います。まあ、Amazon でね、複数アカウントを持つというのは規約違反なんですけど、まあ、アカウントが削除された場合でですね、複数アカウントを持って運営してた方がダメージが少ないと。で、そのね、ちゃんと使ってれば削除なんかされないんじゃないのっていう気がするんですけど、ところがですね、ちゃんと使ってても、なぜか削除されちゃうってことが、あるいは、あらぬ疑惑をかけられて削除されるってことがあります。でね、会員さんの事例をね、紹介するのもちょっとまずいんで、なんかいいのないかなと思ったら、ちょうど良さそうなのが検索したら出てきました。言いがかりで、注文キャンセルされちゃったと。ね、Kindle 買ったら、人気商品は複数買っちゃダメですよと。いきなりキャンセルされて、なんじゃそらということで、全くわけわかんないって質問のメールを送ったらですね、とぼけんじゃないよと。あなた、もう、当社のアカウント、当社では利用しないでくださいと。ね。で、問い合わせいただいても、一切お答えできませんという、すごいメールが来たと。で、どうしたのかなと思ったら、なんと、その10分後にですね、調べたら間違えてましたというメールが来たと。ね、なんかアマゾンのシステムの不具合か、名前が似てたか、IP アドレスが似てたか、そういう理由でですね、勘違いして処罰されそうになってたというわけですね。で、これね、実際あると思います。なぜかというと、私の会員さんでもアカウントが削除されちゃった方で、おそらく、なんかで勘違いなんじゃないのと、なんかやってませんでしたかって言ったら、まあね、特段問題あること何もやってないんで、まあおそらく勘違いに間違いないのに削除されちゃったという方がいらっしゃいました。で、それをどう復活したかということなんですけど、まあね、復活方法とかはね、あんま公開しちゃうとまずいんで公開できませんけど、以前は米国法人を作って、全く他人なんでね、米国法人ってのは日本の個人とは別ですから、アカウントを作るっていうのをお勧めしてました。ところが最近ですね、もっと手軽にできる方法が見つかったんで、まあ、その方法で、アカウントを作っていただくという手法が取れるようになりました。それはですね、会員さんでリスクヘッジが必要な方、限定で教えてます。ちょっとこれね、公開して広まっちゃうとおそらく、対策立てられちゃう可能性があるんで、残念ながら公開できません。ただ、Amazon をビジネスで使うなら削除された時どうするかっていうですね、リスクヘッジは必ずしといた方がいいということだけお知らせしておきます。そのヒントとかね、あるいはその何とかしたいんだという方は、メルマガに登録していただければ、情報を流してますんでご覧になってみてください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。